I'm buzzing, let's drink up. You deaf look like big fun. Come on, let's get it on. Like that orphan gay song. I'm stunning, you love it. Come on, give me something. I know that you want it. Come on, give me something. The night is young and so are we. So maybe you should leave with me. The night is young and so are we. はい、ジェズです。おはようございます。矢部市峠のふもとのコンビニにいます。今日もね、2週間ぶりに、矢部市峠を登っていきたいと思います。で、今日はですね、一応2週間で、トレーニングぼちぼちやってたんで、まあ、どのぐらい伸びたかなと、まあ、いうところと、やはり昨日がっつりと練習をして、ストラバのフォームで言うとマイナス7、TSS で言うとですね、207ぐらい。まあ、100以上は翌日持ち越す、疲れを持ち越すって言われてるんですけど、まあ、結構がっつり練習した翌日なんですけど、まあ、そういった中で、どのぐらい走れるのかなと、まあ、いうところを見たいと思います。まあ、加えてですね、今日気温もですね、かなり今上がってます。30度以上はいってると思うんですけど、まあ、そういった中で、まあ、どこまで頑張れるのかなと、まあ、いったところを見たいと思いますので、最後までご覧ください。頑張って登っていきます。よし。じゃあ、いっか。今日は下の信号から行きます。スタートします。あれ、15秒だな。30。見抜きます。よし。見抜きます。すみません。行きます。お疲れ様です。今日はね、あれですね。前回よりも1秒早かったですね。前日ね、前回はもう休養バッチリっていうことで2日間レストして、で7時間睡眠してと、まあ、いう状態でやって、そして今日は、まあ、前日がっつり練習して疲れが若干残っている状況と、まあ、いう中で、まあ、前回よりも1秒縮めたっていうのは私にとってはもうすごく嬉しい
です。で、ワット数がね、前回に比べて少ないんですよね。まあ、ですので、まあ、効率的にペダリングしたのかなと、まあ、いうふうに思っています。特にこの季節ね、涼しくて本当気持ちいいです。はい、ということで今週も山道に登ってきました。タイムはですね、47分46秒ということでした。まあ、ということで、今日もね、いい天気の中、気持ちよく走ることができました。終わってね、温泉にも疲れましたし、とてもね、気分がいいです。ということで、今日も最後までご視聴ありがとうございます。サイクリングビューリーではですね、このように自転車の楽しみとか、まあ、自転車キャンプとか、あるいは無事昼頑張るぞといった形で自転車の楽しみをお伝えできるのと思いますので、まあ、よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。